はい、こんばんは、山寺と申します。今回はですね、スターステールのね、チャンネルの方でね、ちょっとね、商品紹介なんてやってみようかなと思いますよ。まあ別にね、なんかPR のね、やつを頼まれたとかね、そういうなんかね、広告収入のどうのこうのっていうわけじゃないんです。単にね、ちょっと買ってみたらね、良かったなっていうのがあったんでね、それをね、ちょっとやってみようと思います。というのでね、今回紹介するのはね、ペットボトル。飲み物ありますよね。まあね、日本では、まあもう500ね、ペットボトルの飲み物というのを普及しておりますね。この夏は特に暑かったじゃないですか。私のところもね、非常に暑くてね、まあ現場がね、本当に暑い時だと45度超えるというね、ことがあったりしましたもんで、まあ場所によってね、ということで、毎日ではなかったんですけどね。ということでね、これはいかんぞということでね、飲み物をね、結構大量が、やっぱね、ネットでね、大量に買うというのをね、ちょいちょいやっておったわけです。その時にね、探しとってね、見つけたのがね、この商品なんですね。よっこいしょーと。まあ、ラベルね、もうこれ見たらそのまんまなんですけど、朝日さんとはね、六条麦茶ですね。まあ、何や、そんな珍しい商品でも何でもないやかっていうところなんですけどね。でもこれね、面白くてね、ここに書いてありますね。ラベルレスボトルっていうやつなんですよね。これがね、ちょっとね、面白くてね、どんなんなんやろって、サイズとかは全く一緒ですね。普通に、500ml のね、サイズで売ってるやつと、全く一緒のサイズのケースで入ってきてますね。まあね、このサイズのやつはね、よく郵便局でね、やってましたよ。これがね、2つになっとるやつね。だいたいね、これがね、1つね、12キロぐらいなんですよね。で、2つつなげても24キロなんで、重量ゆうパックは25キログラム以上なんで、ギリギリセーフになっちゃうということなんですよね。ということで、結構ね、人って多分この夏も多かったんじゃないかなと思ってね、それはそれでね、お疲れ様ですと、いうところなんですけどね。まあ、それのことも置いといてですね、まあ私もね、ついついに、今まであれですんでね、あんまり買わなかったんですけど、通販で、まあ、今年からはね、ついつい買っちゃいましたね。ということでね、で、通販のやつでね、売っててね、これはあんま店頭では売ってないやつなんですよね。本当にです。どういうことかというとですね、試しにちょっと開けてみましょうか。よいしょ。ちなみにこれね、追加で買ったやつなんで、まだ未開封なんですけどね。ちなみにね、開けるとですね、ちなみに、一応こういう感じですね。注意書きとして書いてありますのはね、いやーごめんね、縦書き。全部いきましょうか。そうね。お店では開封しないでくださいって書いてありますね。ケース販売専用商品。つまり、どういうことなのかというとね、まあ、100は1件にしかずね、商品見てみましょうね。開けるとね、まあ、ドカンって入ってるんですけど、中の商品がね、こんな感じで、ラベルがついてないんですね。で、代わりにね、ここにですね、ラベルがピタッと貼ってきてありますね。まあ、これで法的な表示義務の分はしてますよってことね。で、原材料が、原材料表示は裏面にあるんですけど、こんな感じね。原材料、ちっちゃすぎて見えないかな。六条大麦ね。原材料、六条大麦ってことですね。ちなみに六条大麦、大麦とかっていうんでね、なんか六条っていう地域で止めるやつなんかなと思ってたんですけど、実はあれなんですってね、六条って、麦の種類が6畳と2畳っていうのがあって、なんか、1つの房にこう2つずつつくのが2畳麦で、1つの房に対してこう六角形みたいにこうスーってつく、タイプのやつが6畳麦っていうらしいですね。っていう麦の種類の話らしいですね。で、6畳麦っていうのが、麦茶に向いてると。いうことなんで、六条大麦っていうのが多いらしいですよっていうのはね、本当の雑談ですけど。ってことでね、こんな感じでね、もうこのシールを取っちゃうと、あら、もうね、何も貼ってないというやつなんですね。これがね、便利なんですね。まずね、何がいいかというとね、便利です。ラベル剥がさなくていいじゃないですか。まあ私ね、ちゃんとリサイクル用にね、分けて潰して、潰す用のやつもね、ちょっと一回紹介したいですけど、めちゃくちゃいい、潰すやつがあって、ぴったんこにできるんですよね。缶にスティールとかも全部できるっていうのがあるんで、それでぴったんこにしてね、入れたり、まあまあね、飲み終わったら、まあ、会社のところとかにさせてもらったりもね、するわけなんですけど、ちゃんとペットボトル分けるところがあるんで。そのペットボトルリサイクルするときもね、これ剥がさないといけないです。実は、職場のもですね、その、
結構ね、今ね、剥がさないといけないところ多いんですよね。剥がして必ず完全分別して、ペットボトルの、コーナーに捨ててくださいというところがね、あってね。まあ、それもあってね、まあ、言って剥がすのって何やかんやで手間じゃないですか。まあ、ピリッとはあんまりおりますけどね。ですけどね、実際ね、ないのやつね、買ってみたらね、なんか不便あるかなと思ったらね、実のところ不便ないんですよね。うん。で、まあ、多分不便があるとしたら、まあ、こういうことなんですよね。個別販売できない、ケース販売しかできないですよね。うん。ですから、個別、お店では開封しないでください。見たら、バーコードも何もついてませんからね。うん。っていうのがあるぐらいなのかなというふうに思います。あとね、これね、ちょっとやっぱし、お値段安いかなと。通販でね、買ったんですけどね。これね、税込みで1本あたりね、91円。ですんで、まあ、通販でね、これ送料込みでですかね。送料込みで91円ですから、まあ、いいんじゃないかなと思うんですよね。私は個人的には。まあ、一応ポイント還元なんかもありますからね。ポイント還元とかをしたら90円。ちょうど90円ぐらいになってくるかな、ぐらいですけどね。まあ、そうやって考えると、まあまあまあ、安いじゃないですか。いいじゃないですか。って、思うんで、私最近これをね、ずっとね、使わせてもらってるんですよ。ってことでね、よかったら、で、そのラベル分もね、言うてね、このラベルのフィルムっていうのもね、何千本、何万本ってなってきたら、相当なね、実は環境ロスっていうじゃない、環境ロスですからね。まあ、それ言うなら、ペットボトルやめてちゃんとマイボトル持ってた話なんですけどね。まあ、マイボトルはマイボトルで持ってるんですけどね、私何して水の飲むのが半端じゃないんでね。うん4リットルから6リットルとか飲みますんでね。そうそうそう。冷やしといてるの入れといて、でね、もう1個2リットルのやつはぶっ刺して、これで冷やしながら、で、2リットルの飲んで、これが溶けてきたらそれも飲むっていう感じでね、こう使ってますけどね。うん。まあ、マイボトルを使うときも、もちろん、一応ね、マイボトル、持ってるの持ってますんで、まあ、ちょっと出かけるときとか、マイボトルでね、してね、とかっていうふうにはやっております。っていうことは、まあ、ありますけど、まあ、それで言うてもね、やっぱりペットボトル便利ですから、ね、そのペット、ね、便利なペットボトルを使う上でね、少しでもエコにとかっていうね、ところでね、使えればいいんじゃないかなと思います。あとは、うん、ああ、いや、それは次、このまま、ちょっと次に話そう。ってことでね、とりあえず今回はね、まずね、このね、朝日飲料さんが販売してるね、この、何でしたっけ。ラベルレスのね、ペットボトルの麦茶っていうのを紹介しました。あと、お水もあるらしいんでね、よかったら6個の美味しい水やったから、なんか朝日飲料さんが作ってる、やつであるらしいんで、まあ、それもね、よかったら、ご愛用いただければいいんじゃないかな、なんて、思う知らせです。あとは、ついでに言うとね、ぜひ、他メーカーさんもね、ぜひラベルレスね、どんどんね、作っててくれたらね、私たちもまた、選択肢、広がってきますんで、ぜひね、このラベルレス化、私はね、応援したいと思いますんでね、ぜひ、今後ともね、商品開発の方ね、よろしくお願いいたします。ということでね、本日の動画を締めさせていただきたいと思います。では、本日以上でございます。ご視聴ありがとうございました。